AMC 航空はチャーター便を運航するエジプトの航空会社である。本社はカイロに位置する。主にエジプトの観光地からヨーロッパへのチャーター便、中東への定期チャーター便、国内便を運航しており、VIP 専用便や軍事輸送も運航している。AMC はエアクラフトメンテナンスカンパニーの略である。主な拠点はカイロ国際空港でフルガダ国際空港。 シャルム・エルシェイク国際空港、ルクソール国際空港を副拠点としている。1988年7月17日に運輸省から航空機の修理点検免除を交付され事業を開始した。これは特定の航空会社の子会社として設立されたのではない航空機修理点検会社としてはエジプト初のことであった。その後、 1993年10月12日にはチャーター便の運行に必要な免状も取得しチャーター便の運行を開始した2004年に会社名を AMC Aviation から現在の AMC Airlines に変更した路線の大半はヨーロッパへのチャーター便である AMC 航空のボーイング737-800-2019年現在の AMC 航空の保有機材は 計4機で、その内訳は以下の通りである。2006年から AMC 航空はユーロキプリア航空からボーイング737から800のリースを受けるようになった。それ以前はボーイング737から200やエアバス A300 バイト4を使用していた。ありがとうございます。